こちらをご覧いただきたいんですけども、はい、これ真っ白な、これ何か分かりますか？便利なものだっていうんです。なんかこう突起がついてましてね。4つついてます ね。これ決して壺を押すも、壺を押せるな、これ。なんか気持ちよさそうですよね。ちょうどいいサイズですし。壺を押すものじゃないらしいです。違うんですね。なんだか分かりますか？全く想像つきません。私も壺押しかと思いました。分かんない。分かるんですか？私も分からないです。皆さん一緒に考えてください。100円ショップで見つけた便利アイテムです。突然ですが、こちら綿雲のように見える商品、一体何に使う便利なものか分かりますか？ヒントはキッチン周りで役立つものです。正解は油の処理や油汚れの掃除に便利なグッズなんです。料理してるとね、例えば炒め物なんかするとこれちょっと油残っちゃったりってありますよね。こういう時にこれが活躍します。好きなサイズにちぎることができます。そしていきますよ。それこのように拭いていくとどん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 油汚れを吸着してくれます。拭き取った後サラサラしております。そこまで行くの？そうなんですよ。超極細の繊維で作られた油を吸う雲のような商品。今までの油汚れ掃除で体験したことのない感覚になる不思議な油吸着剤として SNS などでも話題に。1袋 12g の綿で 600ml の油を吸うことができるので、揚げ物油の処理はもちろん、料理した後汚れてしまったキッチン周りの油汚れ掃除などにも大活躍。ほら、すすすす、こういうもの100円ショップで売ってんだ。そうなんですよ。さあ、この商品果たしてどれくらい売れているのでしょうか？はい、去年発売させていただいたんですけども、その発売された当初はすごく売り切れ続出していたんですけども、ようやく最近供給が安定してきておりまして、それでも当店では月に40から50個ほど売れております。驚きの商品はこれだけではありません。何に使うんだこれ。不思議な形だな。出た、出ましたね。壺押しではない。壺押しではない。あることをするのに特化した、とっても便利な先割れスプーンに、これね、4つの突起がついた手のひらサイズの商品。硬かったんですこれ、見た目だけではどう使うかわからないんですが、使ってみると、おお、なるほどね、これいいね。今日はパッと見ただけではわからない、でも使ってみるととっても便利、おうちご飯にも役立つこと間違いなしの驚きの100円アイテムをご紹介します。商品数76,000点、毎月1200点以上の新商品が登場する人気100円ショップ。おうちご飯が増える今、便利なキッチングッズも充実しているんです。そんな中見つけたのがこちらの商品、手のひらサイズの小さな陶器の器。一体何のための商品だと思いますか？ヒントはあるものを美味しく焼くために使います。美味しく焼く、目玉焼きをきれいに、卵うーんではない、ない。さあ何でしょう？ハムとか。ハム。さあ店員さん、正解発表お願いします。はい、こちらになります。オーブントースター用スチーム皿となっております。でこちらの商品なんですけども、水を入れてパンと一緒に焼いていただくだけで、パンが非常に美味しく焼ける商品となっております。ここに何か入れて焼くわけじゃないですか？そう、正解はパンを美味しく焼くためのスチーム皿だったんです。この容器に水を入れまして、パンの横に置いて焼くだけ。簡単。これで中ふわふわ、外サクサクの美味しいパンができるらしい。あとは表記通りの時間で焼くだけ。あ、焼けましたね。あ、でも湯気出てる。湯気出てる。
見えますかね、蒸気も上がってますよ。疑い深い私、普通に焼いたパンとスチーム皿を使って焼いたパン、食べ比べてみました。見た目はそんなに変わらないですけどね、うん、普通に焼いたパンから割ってみますよ。おいいですね。うん、美味しいですよ。美味しいでしょうね。いつも通りのパンですね。そしてこちらがスチーム皿を入れて焼いたパン、割ってみますよ。お、なんかすでにちょっと違う感じしましたね。お、あ、違うわ。外側サクサク、うん、で中ふんわりしてる。この普通に焼いた時よりもふんわり感が上がってますね、ぐっと。え、こっち、こっちの勝利。あの、違う。あの最初からね、スチーム機能がついた高級オーブントースターなども販売していたりもしますが、110円で食パンがより美味しくなるって言うんですから、これはおすすめです。なんか他のものにも使えそうですけどね。ですね。さあ続いてはこちらの商品、上下の蓋が外せる高さおよそ10センチのプラスチック容器。こちらも料理の際あったら便利な商品なんです。あるものを入れて使う商品なんですが、一体何を入れ、何をするための商品だと思いますか？ヒントは真ん中についている模様です。ということで村雨さん、スタジオに商品と様々なものを用意してみました、はい、これらも使うんですか？これらの中に正解が混じっております。まあ、今ね、キッチングッズや食材などいろいろ用意しましたけども、この中のどれか、何かを入れてでどう使うのかお答えください。制限時間30秒です。難しい。それではシンキングタイムスタート。ちょっと待ってください、これ触っても大丈夫ですか？もちろんもちろん。え、これ、うん、開くんですよね？開きますよね、はい、お、開かないんですね。開かない。開きました。はい、でここあの、ここがポイントって言ってましたよね。ですですです。丸い形、ちょっと内側に、はい、出っ張ってます、はい、さあもう時間ないですよ、ほら。あ、そうか、秒数が、はい、さあ何を入れるか、何を入れるか。卵に似てるから。さっきの卵好きだね。卵入れた。どうしよう、入れて、どうしよう、入れた。そしてどうする、どうする。保存しやすい。保存しちゃったごめんなさい。保存しちゃった。実は卵まで割ってました。合ってるんですか？合ってました。どう使うかご覧ください。卵を容器に入れまして、蓋をして、待ってる、ふるっ、殻にひびが入るまでふるということ。これちょ、そうなんです。いや、これゆで卵。生卵じゃないんだこれ。そう、正解はゆで卵の殻むきを簡単に行うためのアイテムでした。雫のような模様ありましたね、はい、実は凹凸になっていて、卵の殻にひびが入りやすいようになっているんです。面白い。皆さん普段ゆで卵の殻を剥くとき、机などでトントン叩いてひびを入れて殻を剥いていませんか？結構イライラするんですよね。あ、これこうなっちゃうんだよな。こう殻にくっついちゃって一緒にこう身が崩れちゃうときってあるんだよな。いや、気をつけていてもね、え、白身が割れちゃったりこう失敗しちゃうことってありますよね。まあ別にこれでもいいけど、でも110円で買えんだったらいいよね。いいですよね。さあこのアイテム使うと、ちょっと50回ぐらい振ってみましたけど、こんなになりましたよ。かなり細かくひびが入りましたね。おお、剥きやすい。確かに自分からこう剥くっていうよりは卵から勝手に剥かれてるっていうか、自然に剥がれていきましたね。この商品を使うことで殻に細かくひびが入るので殻が剥きやすくなるんです。まあ、あの机などで細かくなるまでひびを入れようとすると大変ですから、これは楽ちんですわね。これならお子さんでも簡単にお手伝いできますね。さあ、おうちにご飯を楽しく充実させる商品はまだまだありますよ。こちらのかわいい猫、全部で3つのパーツに分かれています。これを一体どう使うのかというと、
この猫ちゃんのカバーをひっくり返して中敷きをセットします。この中に大根おろしでございます。ギュギュギュッと詰めていきますよ。大根おろしはギッチギチに、そして蓋をして、これ一時期なんか話題になりました、出しましょう。そうですね、100円ショップにあるって知らなかったです。こう押しながらゆっくりと、はいはいはい、かわいい、はい、どうでしょうか。かわいい猫ちゃんできましたね。あとはお醤油で好きな模様をつけて焼き魚に盛り付けると、いい、ね、まるで猫がお魚を食べているような雰囲気。あ、これいいわ。村雨さんどうですか。食べる前に癒されますね。あ、確かにね。これね、どんな模様にしようかなってね、考えるのも楽しいんですよね。これはお子さんやお孫さんが喜ぶこと間違いなし。続いてはこちらの穴が開いて先端が特殊な形の先割れスプーン、あるものを食べるときに便利なんですが、そう、実はカップラーメンの麺や小さな具材のすくい取りに役立つ、その名もスクーンという商品。スープの飲みすぎも抑えられ、具だけすくえると注目の商品なんです。さらに形がユニークな商品はまだありますよ。こちらは一辺だけ直角に曲がっている商品。実はバター大さじ1杯を簡単にカットできる、その名も大さじ1杯バターカッター。これ便利ですね。カッターをバターの端に合わせ、まっすぐ押して切るだけ。なるほど。まあ、カッターといってもプラスチック製なので安心ですよ。さあ来ました、こちらの商品。これ本当に分かりません。4つの突起がついた手のひらサイズの商品。調理をするときに使うものではないのですが、キッチン周りにあると便利な商品です。一体何に使うためのものでしょう。ヒント、材質は珪藻土です。では福永さん、スタジオに用意しましたよ。さあ、もういいですよこれ。珪藻土、珪藻土がポイントです。珪藻土っていうことは、準備よろしいですか。いいですか、もういっちゃいますよ。シンキングタイムスタート。そんな正確にあるんですね。珪藻土ってことは多分水を吸うやつでしょ。その通りです。だからキッチン周りでもあれですよ、だからもうびっちゃびちゃになるやつですよ。びっちゃびちゃ、びっちゃになるものをここに置きたいんですよ。じゃあちょっと、どうですか、眺め回してみて。なんだと思う。いや知らない、これを答えてもらうんですよ。こちらが通ってるんですよね。びっちゃびちゃになるものって言ったらさ、あと10秒しかない、10秒しかないですよ。びちゃぐらいですよ。これじゃない、これほら、もうびっちゃびちゃになる、びっちゃびちゃ。こう終わってくるの、ギュ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 、あ、もらった、福永さん、もらった、もらった、すごい、もらったぞ。さあ当たってるんでしょうか、はい、正解は、店員さん、正解発表お願いします。もらったな、これ、はい、こちらが珪藻土ペットボトルホルダーとなっております。なーそれ。吸水吸湿性がある珪藻土の特性を生かしたアイテムとなっております。ペットボトル、はい、全然違いましたね。正解はペットボトルを洗った際の乾燥に役立つ珪藻土ペットボトルホルダーでした。中濡れちゃってるからね。そう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 、使い終わったペットボトル、ね、洗いまして水気を切ろうとしてもこう倒れちゃったりしますよね。そこで便利なのがこちらのアイテム。洗い終わったペットボトルを逆さにしてこの突起にポッと差し込みます。倒れそう、倒れそう、でも倒れないんですね。こうすることで水切れが良くなるし、珪藻土でできてますから水が外に染み出すこともないということで、これいいね。見た目だけではどう使うか分かりませんが、知ると便利な商品たくさんありましたね。スポンジでもいいんじゃないですか、これで。いや悪くないですけど。違うって言ってるじゃないですか。あ、でもペットボトル確かにね、あれなかなかちょっとね、こう立たないですもんね、うん、場所に困りますもんね。逆さにしておきたいですもんね。まあ、珪藻土っていうのは、まあ、うまく考えたなと思いますけどもね。本当に100均ってアイデアが詰まった商品多いですよね。もう今こうしてる間もユニークな商品がどんどん開発されてるのかなって思うと、はい、ちょっとワクワクしますよね。だからとにかく100均に行ってこう探す楽しみっていうんですかね、うん、あ、こんな便利なものもあるのかっていうのが毎回毎回出てるようですからね。この週末なんかもちょっとまたいいんじゃないでしょうかね、はい、